うん。มาต่อเปลี่ยนเสียงเลยแล้วตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าใส่ก็嬉しいだから。話がしたい。何について？何か強い酒をくれ。出て行ってくれ。裏口を開けてやるから。まだ飲み終わってないんだ。おい、ウォッカだ。こいつは誰だ。勇敢な戦士様か。剣を2本刺してるぞ。おい、白髪の兄ちゃん、剣を2本刺す意味はあるのか。あいつ何も2本ついてんじゃねえのか。聞こえねえのか。どこの何者だ。殺せ、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 ナイフで食い上げてやるぞ。やれ、やれ、やっちゃえ。ウィッチャーだ。剣について話していたな。一つは怪物用、もう一つは人間用だ。それからついでに教えてやろう。俺の名には一本もある。離れ。
目も合わせるなよ。疫病よりもタチの悪い輩だ。前にウィッチャーを見たことがある。何人も殺して血をまき散らしながら汗一つかいてなかった。やつには死体の匂いが染みついてる。休みたいなら来てくれ。寝床を用意できる。小屋に入ったらやつの息子らしきガキがいてな。なかなか可愛いガキだった。娘を変装するか。村のやつすぐ娘を描く。ありがとう。豚どもと騒ぎを起こさないでくれたな。人の事情に首を突っ込むつもりはない。寝床を探してるのか。いや、そうか。ヘンドリックを探している。そいつならヘザートンにいる。それはどこだ。丘の向こう側だ。今朝おかしな光が見えた。もしかしたら帝国が襲ったのかもしれないな。他にヘンドリックについて何か知らないか。妙なやつだ。どこからどんな理由で来たのか誰も知らない。パン一切れのために旦那が殺された女と一緒に住んでる。男爵の手下が黙っちゃいまい。やつは身を隠すのが上手なんだ。まるでいつ来るか知ってるみたいにうまく消えるんだ。助かった。ありがとう。行けローチ。ゆっくり。よーし。舞台の全員でボロボロになるまで。これで全部か。他には持ってないのか。それだけです。あー、いやいやいや、あ、あれどこだ。もう一遍、もう一遍かけられる。行くぞ。病気になった黒の軍団がテメリアに送られてる。ตามทางแล้วนั่งรับเปล่าแล้ว頭が、ほっといてくれよ。落ち着け、もう終わったんだ。終わった。一度こぼれた水は元には戻らない。忘れることなどできない。ヘンドリックという男を探してる。この村に住んでいたはずだ。ああ、だが殺された。奴らはあの小屋で彼を捕まえて、人間があんな叫び声を上げるなんて、何をされたか想像もできん。ここで何があったか話してくれ、順番にな。いや、連れて行かれたんだ。日が落ち始めて、血のように赤い夕焼けに変わった。おかしいな、カエルの声が聞こえないと思った。
何が起こったかは分からん。ヘンドリックが叫んで許しを求めたが、最後にはうめき声しか聞こえなかった。奴らはすぐ去ったが、村は真冬みたいに凍った。その後、家を覗いてみたか。いや、あそこには入らない。何があってもな。それでは平穏があらんこと。投資隊のようだ。この上着はどうだ。くそ、氷のように冷たい。何もないな。ブーツを調べるか。血が固まっている。鍵が隠してあったぞ。鍵があるなら鍵穴もあるはずだ。掃除が必要そうだな。木炭の出荷量。ヘンドリックは商人に偽装していたのか。これは帳簿の間のメモ。知恵比べってわけか。興味深い見出しだな。魔女と遭遇。対象は2月2日、魔女と遭遇した。
争いが起こったようだ。原因は不明。魔女を見つけろ。ミッドコプスの村で村人と話せ。捜索状況、対象はスケリッチおよびノビグラドで確認する。外見に変化なし。灰色の髪、顔の傷跡、他人との接触を避けている。酔っ払い、男爵と呼ばれる人物が自分の城に対象を招いた。城というより不法に占拠した砦だ。理由は不明。クローパーチで男爵に接触予定。警戒、私は監視されている。相手の目的も不明。不安。犬が逃げた。バケツの水が凍った。空に妙な光が見える。村人は強調だという。奴らはヘンドリックがシリを探していると知った。だから拷問。遅すぎたな。手がかりは男爵と魔女だけか。クソ。ゆっくり。私の旦那、いい仕事見つけたでしょ。そうね。昨日は手桶いっぱいの野菜の皮でごちそうだった。わしが見えないのか。止まれ。何のよ。男爵はいるが。お前が誰かによるな。ウィッチャーだ。彼と話がしたい。じゃあ俺は可愛いセロ女王とやりたい。前に見たことあるやつだな。十字路のところの宿屋だ。少し前いただろ。どっか他の場所に行くんじゃなかったのか。ここに用事がある。
男爵と話がしたい。要件は他の者には聞かせられない大事な話だ。よし、ロドリン、入れてやれ。問題を起こしたら締め上げてやる。門を開けろ、兵士長。アーダル、男爵に客人、ウィッチャーだ。騒ぎを起こすなよ、分かってるな。どうだろうな。バロンと話したい。兵士長と呼ばれてたな。テメリア兵なのか。あんたには関係ないだろ。脱走兵。テメリア軍はもう存在しない。ここで何をしてるんだ。黒の軍団に敗北した後、選択肢は2つあった。そのまま普通に暮らすか、ゲリラに入って抵抗し続け、死ぬまで愛するテメリアのために戦うか。我々は前者を選んだ。男爵が指揮官なのか。そうだな。まあ指揮官だ。待ってくれ、盗品の場所を言うから。盗品なんて当の昔に山分けした後だ。分かった。それにもう黙った。体力を残してた。目の前は。ウィッチャーさん、いとこ。これぞビジマ流の舞踏会。何度かアンナと一緒に行ったんだ。踊ってくるくる回った日々。あらあら。123123。もういい。手段は問わないが、毎週の配達は忘れるな。お茶を飲んでいかないのか。ああ、他に客人がいるようだしな。見たか、お茶も飲んでいかないなんて。あれで帝国は文化的などとほざきおって。実際のところ噂というのは当てにならないことが多い。特によそ者のことはな。そうだな。俺はお前が何者かは知ってる。おそらくここに来た理由も。中で話そう。分かった。クソブタ。楽にしてくれ。さて、ウォッカはどこに置いたかな。知らんか、お前の家だから。ああ、あった。ブランデーグラスでいいか。いただこう。嫌いじゃないタイプだ。嫌いじゃないタイプ。では、フォルテストは死んで、ナタリスは行方不明。困ったな。今はテメリアの誰に乾杯すりゃいいんだ。あんたとその仲間でどうだ。それで行く。俺はフィリップ・ストレンガーだ。この辺りの連中には血まみれ男爵って呼ばれてる。リビアのゲラルトだ。ブラビゲンの殺し屋と呼ばれてる。さっきも言ったが、お前が何者かは知ってる。正直そうじゃなければ話したりしない。ベレンは気に入ったか。素敵な場所だ。どこを見ても沼や湿地だらけだ。そうだな。この辺りは迷子が多い。そうなると見つけ出すのは難しい。何が言いたいんだ。ここで愛する者がいなくなったやつも多い。妻や娘を失った者がな。何が言いたいんだ。シリ、お前が来たのはそのためだろ。彼女はここにいたのか。少し前ここに女がやってきた。まるでずぶ濡れの猟犬みたいに疲れ果て、傷を負い臭かった。女が沼から来たことは後から知った。
女は村へたどり着く前に森で獣に襲われたそうだ。できて。めっちゃかわいい。おっぱ、こんにちは。迷ったの？ちょっとだけ。あなたは？私もちょっとだけね。じゃあ道がわかる？まだはっきりとは。でも一緒に行けば見つかるはず。どうしたの？これ何でもないよ。どうしてここに来たの？お父さんが連れてきてくれたの。ごちそうの道を歩いていて、好きなだけ食べろって、待ってるって。だから歩き始めたの。でも蝶々を見て捕まえようと思ったら迷っちゃって。かわいそう。あなたとお父さんはいつ家を出たの？今日の朝。お日様は顔に当たってた？背中？背中があったかかった。じゃあ東へ行かなきゃね。さあ家に帰りましょう。そしてご両親を子供を森に放り出しちゃいけないって説得しなきゃ。家には帰れない。狼の王様と群れがいるの。背中に何があるか見える？狼はこれを恐れる。王様でもね。さあ捕まって。おかげさあほらまた。あとね、今ね、キャプソブ。お父さんならもっと倒せる。行きましょう。待て待て。待て行け。見て、あそこに何かある。また。ここにいて。来ちゃダメ。でも。口答えしない。ここにいて。見てこの口を。優
must stay here. I must see something.充血してる。でも湿り気がある。死んだばかりか。胸が潰れてる。多分肋骨が肺に刺さってる。何かに持ち上げられて木に投げつけられたのか。すっげえ足、何かが足をもいだ。違う、噛み切った。ひどい。そこにいて見ちゃダメ。あとはあれ、骨髄が見当たらない。うん、開いて腫れた唇、舌を噛み切ってるみたいね。ものすごい激痛だったのね。どうやら敵はフィーンドね。あの人はどうしたの？ただ転んだだけ。狼の王様に出られたんだと思うけど。最近の子供はみんなこんなに利口なの？狼の王様に見つかったらどうするの？いい質問ね。銀はないけど、オイルなら作れる。オイル？菜種から作るやつみたいな？いいえ、もっと特別なオイルよ。犬のジューシー、愚者のパセリ、狼の肝臓、ヤドリギ。これでフィンドは激痛を覚える。すごい。どうしてそういうことを知ってるの？お父さんが教えてくれたの？そうだ、父じゃなくておじさん。おじさん、ベセミルおじさんよ。ベセミルおじさん。子供をごちそうの道に行かせるの？子供を行かせたり自分で行ったりする。帰ってくるの？いいえ。どうして？道の奥には食べ物がたっぷりあるのに。こっち、洞窟を通るの。案内して。あなたは？いいえ。なら私だって。なんだ狼の王様よ、これで信じた？ええ、隠れて。しまうとは、こんなの見たことがない。出てきて。大丈夫、おいで。家に包帯や蒸留酒はある？ちょっと体を引っかかれちゃって。何もないよ、お嬢さん。だが領主様なら必ず助けてくれる。人狼を倒した褒美をくれるかもしれない。決まりね。両親に合わせて。